今回は倉敷で発見おすすめランチ、大人気の選べるランチをご紹介いたします。で、嫁泣かせですね。昼間から焼肉ランチ、そんなプランをあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。今回は県道389号線、倉敷から岡山に向かっております。右側の高架橋は山陽新幹線が通ってるんですよね。今日はこの付近におすすめランチがあるということでやってきたわけですが、そうですか、目的地に到着したようですね。はい、というわけでね、今いるのはね、この JR の山陽新幹線の下ですね。ここからね、本当にあの総社に行ったりとか、岡山の市内の方に行ったりとか、まあ、倉敷に行ったりとか、結構なんか分岐してる場所でもあるんですよね。だからまあこれからのシーズンで、あの総社の五重塔と、まあ、紅葉見に行こうかなっていう感じで通ったりはするんですけど、まあ、ここにあったのはね、なんかあるなって思ってたんですけど、この大衆焼肉なごみさんにね、今日はね行こうかなと思うんですけど、このランチがね、なんかちょっとおすすめということで、今日はお邪魔しようかなと思うんですけど、まあこんな感じのお店でございます。今日はちょっと撮影許可をいただいたというか、お願いされたような感じなので、お邪魔しようかなと思います。なんで早速入っていきます。アルコール消毒をしまして、はい、というわけでいざ入店というわけなんですけど、店内の様子がまあこんな感じでございますね。まあ下駄箱あって、まあこういう感じで団体の席があるんですけど、今回はね一人焼肉的な感じで利用しようかなと思います。はい、ありがとうございます。これね、こちらね、あのランチがめちゃめちゃおすすめということでね、このオープンがね11時半から で15時までやってるということで、月曜日から土曜日限定、土曜日もやってるんですね。でランチメニューは全てライス、スープ、ドリンクがセットになっておりますということで、で内容がね、上なごみランチ、牛塩タン、ハラミ、大腸で、なごみランチ、豚塩タン、ハラミ、中落ちカルビで、選べるランチ3種ということで、まあなんか結構ね、ありますね。でこれ見てください、このサービスランチ825円税込みなんですよね。すごいですね、これ。ドリンクついてるんですよね。まあ、このドリンクついてるわけなんですけどね、このライスをね、この中盛りとかね、大盛りプラスでね、できるということなんですけど、今日はね、あのおすすめをね聞きまして、この中ランチの中でもおすすめを聞きまして、この選べるランチ3種の中のこのハラミですね、がおすすめということなんですよね。ちょっとこれをね注文したいなと思います。でこのカッコ内より2種お選びいただけますということです。はい、じゃあ早速注文しようかなと思います。このベルを押して、ランチ3種で、はい、このハラミとハラミの方と、どうしようかな、じゃあ大腸と嫁泣かせを、はい、わかりました、お願いします。ご飯のサイズの方とドリンクはどうされますか。ですね、ドリンクはね、コーラで、はい。で、まあ、ご飯はもう普通盛りで、わかりました。はい、ね、タレがね、ポン酢とレモンと味噌ダレがありまして、まあ、ちょっと、まあ、僕は味噌が好きなので、
出たりとか、まあ価格的にもなんか優しい値段ですね。めちゃめちゃなんか、ね、いい値段だもあるけどね、1473円とかね、ハラミ筋とか440円で、その中であのまたこのお酒ハイボールサワーとかね、なんか居酒屋レベルであのドリンクもあるということで、ちょっとまたこれあと夜来た時が楽しみだなっていう感じですね。おー来ました。うわでかっ。そうなの、もうめちゃめちゃジョッキじゃないですか。選べるなしか、ハーミン隊長やめなかったね。めちゃめちゃ広く多いな。ご飯の普通サイズもある。おお、普通サイズでこの量ですか。そうです。こちらセットのスープの方が入ってます。ありがとうございます。すいません、サミの方と関係で、はい、ありがとうございます。こちら電球の方です。はい、ありがとうございます。来ましたね、これこれあの、ジョッキのねセットドリンク、びっくりしました。で、この盛り加減、お野菜についてるんですけど、まあ、嫁泣かせね、大腸とか、まあ、ハラミとかね、ついて、この量とかね、これはお買い得感ありますね。で、このご飯かも、大盛りのように盛ってると、でもこれも普通盛りなんですよね。まあ、おそらくね、この器が違ったりするのかな、この大盛りとか中盛りにすると。一番人気がね、ハラミということなんで、これです。ちょっとやっていきます。いいね。で、嫁泣かせですね。なかなかね、その置いてないお店も多いんですけど、ここでは嫁泣かせね、出してくれると。しっかり入ってますね、嫁泣かせで。この大腸焼いていきます、ね、ボリュームがすごいでございます。早速ね、ドリンクからいただきます。お疲れ様です。今日はね、運転なので、まあ、運転ですかね、これ10円になると失礼いたします。ね、この、まあ、鉄板なんですけど、まあ、いい鉄板使ってるのかちょっとわからないですけど、あの熱の伝わり方がね早いのですぐ焼けちゃいますね。いいですね。なんかちょっといただきましょう、ハラミ。タレに、味噌ダレにつけて、で、ニンニクに絡めて、うん、あ、タレがめちゃめちゃうまい、これは。うん、嫁泣かせもいただきます。殻のこのね、ニンニクと絡めて、うん、うまっ。このタレがね結構美味しいですね。
これをつけてね。うわいいですねこれ。満足度が高いですね、うん、どんどん焼いていきましょう。ごちそうさまでした。すいません。失礼します。はい。1100円。税込みで1100円でね。まあ、これぐらいだったらまあいいかなと。まあ、これを高く感じるんだったら、また800ね。800円台のやつもあるので、ぜひ。やっぱり、味噌だれがかなり、推しということなんですけど、まあ、量もね、すごいですね。大盛りにしたらご飯ね。多分かなりやばい感じがします。そこに穴場が、あるとは思わなかったです。ぜひ皆さん来てください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。